はい、大川先生こんにちは。今日は前回に続き、山本君のね、質問を大川先生にぶつけてみようっていう、そういうコーナーでとして始まりましたね。今日の山本君の質問は何ですか？バックコントロールとバックで1個フック入ってて、アンダーフックが上にあって、足のフックが入んない。で、フックが入んないってなってる時に、相手がタートルに回ってくる。それについていけなくて、そのスリップされるっていうのと、あとこうついていったとしてもなんか前に落とされちゃう。そうだね、結構多いですね。まあ、それを動かすでいいんでしょ。はい。あのさ、裸がグラップリング得意なんでしょ。はい。だけど、これはね、俺の考えなんだけど、他の人どういうか知らないけど、あのグラップリングの時のタスキと道着の時のタスキは俺は全く変える。だからちょっと俺左が得意なんだよ。はい。だけど、裸グラップリングだったら結構左肘、はい、シートベルトグリップ、はい、タスキだね。で、必ず1個の手は首から、1個の手は脇から入れる。こうすると相手逃げづらいし、チャンスがあったら締めれるからね。両手脇だと俺締めれないから、彼結構大胆に動けちゃうからね。で、両手首だと両手で締めれそうだけど、これ結構上にも下にも動けちゃうから、キープ力が弱くなる。だから片方は首から入れてクラッチすると、そう、攻めもできるし、相手をキープ、守りもできてすごくいいよということになってる。で、シートベルトグリップをした時の問題は、この首から入れた手、これは俺が攻めることができるんだけど、相手がこの袖ぐいぐい手繰ってくると、俺がガードを失ってしまうということが多いんだね。でもブラックリング道着がなければそこ引っ張ることできないから、はい、で深く入れとくとスリーパー しやすい。肘がもう、俺の肘が顎の下にあればあるほど上げるだけで入るでしょ。でも道着の時に肘が、俺の左肘が相手の溝落ちの上ぐらいにあると、ここをギュウギュウ引かれるとさ、もう失っちゃうんだよね、はい、バックを。でもこの首から入れた手が脇の下に入っちゃうと、もう二度と締めできなくなるんで、はい、こうなるとすごく安心できるでしょう、下の人としてはね。だから、道着で引くという道着を引くというオプションがある場合はちょっとやり方を変えていく。で、ほんで道着の場合、俺肘をね出さないんですよ、肩より前。嫌だ。嫌です。もうそこ嫌だ。引けないです。もう引けないでしょ。引けないです。で、こう、でも引けないけどさ、両手で一応引きに来るじゃん、肘を。しかもこれで終わりだ。なるほど。分かったというか。なるほど。うん。だけ、そう、肘出さない。肘を俺は出さない、道着の場合は。で、脇に入れた肘はこの腰を止めるね。はい。こうなんとなく脇すくうとさ、深いとこすくいたくなるんだけど、はい、これよりこの方が嫌だ。はい。これここを止めてるの、肘で。実はこの方向とこの方向。これ逃げてみろ。ああ。めっちゃ困っちゃう。なんかこれ止めるので。はいはい。わかる。まずはこっちに倒れてきた時も肘は中に。もちろん、だって特にちょっと見ててね、倒れました。俺が望むのはこう肘が鋭角になってる、はい、肘が引かれる。これ肘重そうでしょ、はい、これ引いても無理でしょ。あ、だけどこう肩もついちゃう。これ引かれたらめっちゃ引かれて、はい、俺がバック失うのはイメージできるかな、はい、だからそう、肘鋭角なの。うん。で、俺の中では動機の場合は、ほら、引いてみる、はい、絶対引けないでしょ。だからもう、引いてくればありがとう、はい、ここで襟出して握っちゃえば、これでもいいかな。できそう。こっちの右手になって、
最初こうで、こうです。ほんとね、もうちょっと下。ここでいい、多分。で、肘、こっちの肘が当たってない。ああ、そうだと思うよ。こう。うん、まあ、ぎゅうしてる。うん、あ、顎が、顎の位置が、ここ、顎ここ。ああ、そうそうそう。俺ならさ、だけ、あ、いい、ちょっといい。だけ今、肘で、肩と腰止めるっちったろ。はい。あ、ちったね。で、顎でね、右肩止めるんですよ。うん。そう、これで、これでなんか動く、ああそうそうなると動けんだろ俺、はい、うん、で、あちょっと前に出てる、そうそう、うん、こうなると俺引けなくなるの分かるね、はい、でも俺が両手でギューとか引いてきたら喉のだから気になるから、あそうすれば閉まるかもしれないだろ、うん、分かった、そうですね、うん、これでこうなってると、うん、こうやってトトコしても引き取れます、うん、ああそう、肘を出せば出すほど取れるんだけどさ、取れる、でもそれ錯覚なんだよね、俺に言わせれば。だって、肘引いててもさ、ここでも取れるよ、はい、じゃあ出す必要ないじゃん。うん、錯覚だよね。肘出してると、うん。むしろ肘を出して、体の前の方、ここに分水嶺があるから、体の前の方に出してあると引けるし、体の後ろに肘があると引けないわけだから。このため、肘がさ、下なんだよね。絶対引けないよね。あ、ちょっと引いてみて。めっちゃ重いじゃん。だって引いても、背中で、俺の前腕と彼の背中がぶつかって引けないじゃん。だから、いいんすかみたいに小回しでさ、はい。これを、なんだ、もういいもんな、わけ。最近引かない。あ、もうこれでは。あ、だと思うよ。今日はこれでいい、はい、解決したのさっきの疑問に関しては、はい、疑問を解決したよ、あよかった、でもあれ俺しか言わないんで、正しいか知らんよ、うん、俺の締めはね、俺締めものすごい得意なんだけど、だけど独特ではあると思うから、もうまあ一件落着ですね、一件落着、うん、はい、ありがとうございました。技ってさ、技って一体どういうものなんだ、技って球体みたい、俺のイメージでは球体みたいなもんなんだね。で、例えば僕がポロッと技を説明したとしよう。聞いた人の中にこうおぼろげにイメージができる。で、その球が、おっ、なんか一辺か、まあ、ちょっと聞いただけでこんなにこう綺麗な球に中も詰まってる。そういう人は、まあ、きっと素質がある。で、何度聞いても急になスカスカでガラガラでデコボコみたいな、そういう人はたくさん教えてこの急を作らんと。でもそういう人も別の技を聞いただけでパチって簡単に急ができるかもしれない。で、その球体が密になればなるほど、また大きくなればなるほど効くんだよね、うん、